こう体重あんまりその前後しないように、最初のアドレスのイメージはもうどちらかというとスイフマズで立つイメージ持って、あんまり頭を、要は頭がこうずあの前の方に体重かかりすぎないようにとか、かといって起き上がって後ろにかかりないかかりすぎないように、僕の場合は、まあ、もちろんハンドダウンならないように構えるんですけど、指導はこの腕全体でも回すイメージは肩で回すイメージで、もうここがもう一連として一体になってるっていう、クラブと一緒に一体になってるイメージで、肩から肩へみたいな形でっていうイメージですね。